いつも ADMJTV をご覧いただきましてありがとうございます。お供の稲垣です。そして小林でございます。よろしくお願いいたします。さあ、この配信はポップアップのお知らせです。はい、2カ所ご案内があるんですが、はい、日にちが11月の8日から14日までで、まずはこちら西武池袋本店、3階のハンドバッグ売り場でイベントスペースにてポップアップが行われます。はい、はい、ということ でじゃあこちらをご紹介しましょう。私が愛用している、はい、ビッティアルマの、はい、このバケットナストロスピガートザ B がついている。これなんでここにあるのね。私諦めたやつだよね。これキープしてたの。あれちょっとびっくりなんですけど、これはポップアップ持ってくの？はい。イケセイだからこそ。はい。いやー、これはちょっとなんかぜひ、ね、色は、はい、多分このネロがありつつの、うん、私のアルガもあるけれども、はい、グラファイトがないのかな、きっとね、うんうんうん、あるかもしれないんですけど、グラファイト人気で、なんかどんどんね一番先になくなっていて、うん、あなたが選んだネロは、ネロ、そして私が選んだ、うん、アルガは、はい、アルガ？アルガ。そんなこと言っててどうしようもないが、アルガがアルガ。でもおすすめなのはネロとアルガなんですけど、はい、そうなんですけど、ただ私はある場所でこれが欲しかったけど、池袋行ってください。そういうことが、プラスポイント、わかりました。シゾンカードがございます。はい。はい、ということで西武池袋で11月8日から14日までと、はい、で同じ日付で、はい、熊本の方でもあるんですか。はい。鶴屋さん。はい。私ちょうど来ました。はい。本館2階ハンドバッグイベントスペースにて行われます。そこでご紹介するアイテムがまたこれ違うということで、ありがとうございます。はい。デイビスのボンディングのライダースのトートと、うん、はい、このこれちっちゃめトート人気でした、オンエアで。そうだよね。はい。で何よりも、まだちょっとね、ショップさんにも在庫ありますけど、はい。これ私も使ってますけど、はい、あの稲垣さんとお食事行った時にこれのゴールナッツ持ってきましたが、ええ、黒も持ってますが、はいはい、なんかちょっとおしゃれな格好をした時にも持てちゃうんだよね、これね、ホテルのお食事にもこれ持ってっちゃえるぐらい、うん、なんかこのデイビスってやっぱり遠くから見た時にナイロンじゃなくてシルクのなんかツヤと光沢があるから、ちょっとシルクのバッグ持ってるみたいな、うん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 、これがちっちゃい方のサイズで、小林さんがちょっと SNS に載せてたサイズで、はい、こっちがこちらは一回り大きくてライダースポケットがついている肩からかけていただくことができる、うん、軽いよ、はい、おごめんなさい、失礼しました、ショートでございます。はい、ちょっと外しましょう。なんかこう今までのデイビスと違って中綿が入ることで、うん、割とこうちょっと今の空気をね軽いわ。すいません、レイコもう疲れております。今日十何本撮っておりますので、お腹が出ちゃって大変だったのよ。それもう本当にお疲れのところ申し訳ございません。もういろんなねゲストが来たりね、今日はね楽しかった、ね、はいはい、でもこれはポップアップとしてぜひ皆さんにもこういうものに触れていただきたいし、はい、特にこちら軽さっていうのはやっぱりちょっと現物を持っていただいて、ご自身がねまだ触ったことない方はチャンスなので、うん、ぜひね。そうですね、なんかナイロンバッグ工場委員会の小林久美子としてはこのデイビス、うん、なんかあのリモート紙のナイロンっていろんなナイロンがあって、うん、このデイビスがいいんです。デイビスがいい、そうデイビスがいいんです。いろんなナイロン、はい、リモート紙のナイロンって言ってますけど、デイビスじゃないとダメなんです。そこがデイビスというふうに覚えていただいていいですね、はい、自分も疲れてるじゃん。ということで、熊本鶴屋本館2階のハンドバッグイベントスペース、11月の8日から14日、はい、同じ期間に最初にご紹介したのは西武池袋本店でございました。ということで、ぜひねポップアップ、まあ、こうやってね皆さんにお会いできる機会でもありますので、バッグたちがぜひぜひお近くの方はお立ち寄りいただければと思います。2個持っても軽いから大丈夫ということで、何か探しましたか今。いや実は、はい、ちょっとお知らせしてもいいですか。何ですか。実は ADMJ ではこの年末年始ギフト用のパッケージをお作りしました。うん、やららららいや手品じゃない、ハトが出る。何このパッケージかわいい。かわいくないですか。はい、なんかとここからこうお財布の箱を入れていただけるような、うんうん、ま
こういうお財布はもともと化粧箱があっておリボンで、ギフトパッケージしてたんですけれども、ほらギフトパッケージとしてすごい凝ってる、これオンラインストア店舗、はい、可愛くないですか、なんかね、これすごいのは ADMJ のリボン、そしてリトルバイリトルのプリントがあって可愛いんですが、稲垣さん、なんかね、何どうなってるの、ギフト、ここでリボンで住んでるんですけど、はい、これもうめちゃめちゃアイデア商品です、うん、ほら、あ、これでもらったらこのまま畳んで、はい、収納できちゃうんですね、はい、ギフトなんでどなたかに差し上げるでも、はい、いただいた方はこのままこのおリボンと持っておいといていただければ、はい、例えば、はい、私ごめんなさい本当貧乏症で、お友達にちょっとお菓子とかあげるときにこれに入れたら可愛くないですか、そうだね、そう、はいはい、ほら、なるほど、ちょっとなんかおまんじゅう3つぐらいとかおせんべい5枚ぐらいとかあるある、あれ、ね、あるある、それそれあのピー袋に入れるより、はい、それなんかそれが目的じゃないですよ、でもなんかギフトの気持ちを盛り上げるって、うん、そんなのに入ってお財布をね、年末年始クリスマスギフトだったり母の日だったりバレンタインデーだったり、ギフトを何これどうすればこれになるの、これは実はごめんなさい有料なんですけれども、はい、オンラインストアお店で、ご用命いただければ、うん、こちらにお財布は、お財布ぐらいまでだったら入ると、ね、このサイズに入るものだったら OK ということですか、はい、うまくリボンできないんですけど、はい、あのこれで、はい、可愛くリボンをお店の人が結んでくれると思います、うん、可愛くないですか、で後で自分で、あのお菓子あげる、お菓子あげるときは頑張ってくださいと自分で頑張って結んでください、でもね差し上げる方に言っちゃうから、でもこれすっごい可愛くないですか、うん、有料パッケージ可愛い、はい、何万円ぐらいするのパッケージ、有料パッケージ言えないお問い合わせいただければ分かることなので、はい、そうですね、はい、こんなのがちょっとできました、まあ、はい、ちょうどね11月これ配信始まってと、まあちょっとねクリスマスシーズンに向けてちょっとこういうご提案もできるのでね、はい、なんかこうお友達とお金を合わせてギフトにしたりとか、うん、そういう時でもちょっとパッケージ可愛く、ね、そうだね、うん、作戦しましょう、はい、はい、ということでポップアップのお知らせとともにこちらのパッケージのお知らせもさせていただきました、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。